はい、だんだんどうも、ガオチュでございます。今日はちょっとしたお散歩ってことで、晴れたんでね、あったかいんで出てきました、虫のように。はい、ってことで、さて寒くなってきましたね。こちらの方も雪が、徐々に山の上の方から攻めてきまして、今どれぐらいかな、中腹までスキー場の半分くらいかな、ぐらいまで雪が降りてきましたという表現もちょっと変かもしれませんが、まあそういう感じです。だんだん降りてくるんですよ。でまあ来週あたりから多分本格的な降雪になるんじゃないかななんてね、そんなんで晴れ間を見て出てきたんですけど、今日が一応まあ古いスタッドレスから新しいスタッドレスに交換する予定の日ですまだ時間があるから、ってことでぐるっと一周回ろうかななんてね、出てきちゃいましたけど、舞妓、ここは舞妓舞妓スキー場もいいですよ。左の方には上越国際とか ありますけど、ここを右に曲がると舞妓のスキー場ですね。はい、てなわけで、だんだん冬が近づいてきたんですよねって、もう暦上では冬ですけど、本格的な降雪を伴う雪、あ、じゃね、冬はまだもうちょい先ですかね。はい、いやー、でもこの暖かい時期を逃すとね、もう暖かい時期じゃねえや、暖かい日を逃すとなかなかもうお天道様に巡り合えない、巡り合えないじゃない、お天道様が日中に見れない日が多くなるんでね、今のうちですよ。で、太陽の光に当たって、なんだっけ、免疫力を上げるんでしたっけ、そんな感じで出てます、走ってます。走っちゃダメかな、車の中じゃ意味ないかな、まあそんなんでね、だんだん見えてきましたけど、ちょっと遠くの方に山の上の方は雪でございます。どのぐらい積もってんだろうな、上の方 40〜50センチぐらい積もってるんでしょうかね。左の方が八海山、 右の方が牧畑山、どちらもお酒の名前にはなってます地元のね、地元の酒屋さん、酒蔵さんで、牧畑山、あと八海山、八海山は有名かもしれませんが、私のおすすめは牧畑山です、そんな感じですね。まああちこちみんなもう冬支度は全部終わって、あとは本当にね、雪が降るのを待つばかりみたいな感じになっちゃってますけどね、スキー場も、まだまだですね、下手すと年を越さないとオープンにはできないかなと。そんな、もうここ何十年そんな感じですよね。なかなかね、スキー人口も減りましたからね、あんまりにぎわうこともないかななんて感じてますけど、
まあこっちの方、昔から比べればスキー場って減りましたね。うん、スキー場が閉鎖されるっつのは、昔は考えたことなかったんですけど、まあでも、何箇所かもう営業できません、やめますってね、やめちゃったスキー場がありますけど、まあそれにつられて宿の方、ペンションとか旅館とか、まあ最近のその流行り病のおかげでさらに加速して廃業とかねありますけど、ちょっと寂しいなと。うちらが若い頃そのスキーでねにぎわってた頃を思い出すとちょっと寂しいななんて、そんな風に思います。まあうちらがスキーハマってたのが90年代、あ違うな、80年代後半からだなぐらいからスキーにハマってましたが、はい、今はもうそんなにぎやかなことはないなぁとまあその当時スキー検定なるものを受けたことはありますけどね、まあそれで我流ですけどスキー検定で、5級から受けられるんでもう幼稚園の子と一緒にね5級受けて、であとまあその子も多分ね同じように4級くらいまで受けたかな、合格しましたまあその先は私3級2級と受けて合格して、1級は挑戦したんですけどね、3回ほど挑戦して、あ、やめたっつってで1級受けるには確かね講習会を受けないと1級受けさせてくれなかったんですよ、その当時、SAJ ですけど、まあ、そういう縛りがあったんで、まあ、講習、授業料とかね、あったんで、まあまあ検定料も結構、まあ小遣い程度で終わったんですけど、3回落ちるとねもういいかななんて、自分にそれだけの実力はなかったんだということで諦めました。まあまあそんな思い出ありますね。まあでもスキーこれからあと、まあ半月ぐらいすれば苗場とかね、三俣神楽、田代と湯沢高原、こっち来ると神立までできるかな、あとそこのさっきの舞妓とか八海山の上の方だったら滑れるかなって感じですね多分ですけど、まあ今後どうなるか、降雪がどうなるか分かりませんけど、そんな感じですね。はい、ってことで、雑談なしながら走っておりますが、ふっこらせーと、後ろの車制限速度40ですから申し訳ありませんがつって、はい、まあそんな感じで、これから本格的な冬を迎えようと、まあ、そのためにもうズルズルのスタッドレスを今日変えようかなということで、あと何時間、あと2時間ぐらい暇を潰そうかなってことでこんな雑談動画を撮ってみました。はい、抵抗等でこのぐらいしましょうかね。まあ新しいスタッドレスにしたらまた、お話でもしてみようかな。まあ新しくするとやらなきゃいけないこともあるし、そういったこともちょっとお話しながら雑談でもしようかななんて思ってますんで、次回の動画でもよろしくお願いします。はい、ここまではガオチューでございました。また次の動画でもよろしくお願いします。それでは失
礼いたします。